とりあえず、まあ、屋台のアイテムはそんなに買わずに、まあ、できたらというか、まあ、とりあえず、鶴橋移り買うために頑張りましょう。まあ、順調にいけるでしょう、その 3?3 だっけ。次4、レベル4になるのかな。よし、どんなお店が出てくるかな。あ、飾りが増えるかな。お、ご好評によりナイトマーケットがアップグレードしました。で、何屋さんが出てくる。お、たい焼き。ナイトマーケットに新しいお店が出店。で、お、一列全部揃ったんじゃないか、ここ。お、魚屋さんやない。春の、ま、ナイトマーケット第3弾へようこそ。今週のナイトマーケットのテーマはお花祭り。来たお帰りの前にこのステージに立ち寄ってお花探し大会にぜひご参加ください。待ちきれない。待つのって不安が募るよね。さあ、かいさん、買ってくって。楽しんでどうぞ。後ほど花探し大会がありますので、お見逃しなく。よし。いや、毎週ここに来ているようだね。その調子だ。お帰りの前に、ぜひこのステージにお越しください。花探し大会をお楽しみに。おー、じゃあ、楽しみにしましょう。まずは、アイテムを並べて、集客しましょう。まずは、あ、全部置けるね、やっぱり。で、猫ブーケは一応一個置いとこう。で、桜のセンスをマックス。で、二つマックス。で、一応苔も置いといて。で、椿も置いとくだけ置いとくか。これで全部かな。とりあえず呼び込んでいこう。一応先週でちょっと掴んだような気がするな。お、極めた苔玉1個か。で、この137すると、あ、ダメか。じゃあ120でいきましょう。あ、じゃあ121で。2人逃してしまったのが残念だな。まだ1個か。ああ、とりあえず132。もっと買ってくれんかな。お、サンスを買ってくれるか。あ、大学費用。まだ子供じゃない。難しいな。苔玉を買ってくれたね。95、まあいいでしょう。1個か。3。おお、買ってくれた。今週のお客様はこれで終了か。ちょっと味気ないという感じだな。もうちょっと頑張らないとね。まあ、やり直してもいいかな、これぐらいだったら。ちょっとやり直すことも検討しよう。で、あ、黒い毛玉、青の線量。なるほど。まあ、ここら辺は、あ、箱入りチョコレートってここにあるんだ。なるほど。まあ、ここら辺の人は、みんな一緒かな。で、何言ってんの？カニのフライ。わさび。トロールポテトわさび味。ほう。ロッキンロール。
で、これがクロマグロか。クロマグロ釣り上げないといけないね。ちょっとやり直そうかな、ささっと。やっぱ満足したいからね。まあいいや、とりあえずステージ見ていきましょうか。メインイベントをスタートしますか。このイベントでナイトマーケットは終了となりますので、明日から。いや、もう一度ちょっとやり直すか。さあ、じゃあちょっとやり直してきました。一応考えたんだけど、もしかすると、花関係なくてもいいとかある?扇子を飾って、で、これ窓を、置いた方がなんかいいと思うんだよね。で、一応極めた苔玉を置いといて、お客さん呼んでみるか。もしかすると、これの方がいいかもしれん。ああ、でも極めた苔玉が欲しいっていうね。で、あ、適正価格かなって。お、極めたセンスが、よし。結構いいお金で売れるね。お、苔玉。ちょっと、いや、これぐらいの。いや、もうちょっといけたか。この方、あー、やっぱダメか。お、極めた苔玉。あー、100字。よし。お、買ってくれそうだね。137。まあいいや。呼び込む。あー、みんな苔玉か。呼び込む。あともうちょっとで。お、2周目?じゃあこれで。あー、まあいいよ。ツルハシは買えそうだね、これで。いやー、というか、もう、苔玉、卒業してもいいかもしれんな。よし。ちょっと、微妙だったけど。極めたセンスとかやっとけばよかったかな。お、岩だ。何個買ってもいいんだよね。まあいいや。ツルハシ、ゲットできるから、それでいいや。で、箱入りチョコレート、買っとくか。まあ、黒ゼリーピンズはいいや。こういう人形とか、後々なんか、あるんかな。あー、なんか変わるんだね。直すと。で、お店もあって、まあ、とりあえずイベント楽しもうか。どうしようかな、箱丸。まあいいや。今週は買わんとこ、お金欲しいしね。じゃあ、花祭りを楽しみましょう。ゴブーって言われるけど。今夜のメインイベントにようこそ。皆さん、花探し大会が楽しみですか?法律に触れない程度に興奮してる?正直言って、このイベントが何なのか分かってないけど、ここにいるという、その真実にこう満足してる方。マーケット中に、あ、金の花が、なんか隠れてるね。特別なお花を用意しました。一つ集めるごとにポイント、1ポイント贈呈します。終了時に一番多くのポイントを獲得した人が今週の優勝者です。なるほどね。そうそう、ゴールドの花には目を光らせてくださいね。ミッチルと2ポイントもらえます。2ポイントか、意外と。さて、ややこしい話はこれくらいにして。待って、もう一つあるよ。制限時間あるの?そうだった、制限時間あります。60秒でできるだけ多くの花を集めてください。さて、ややこしい話はさすがにもうこれくらいにして。いざ始め。なるほど。みんな動くのか?で、これと、これと。
あ、意外と狭いんだね。全部回収すればいいのかな。で、まあ A 連打していけばいいか。これ以上下は、あ、いけるわ。あー、ちょっと損したかもしれない。とりあえず何ポイント稼げばいいんだろうね。あー、32ポイントか。あー、時間切れ。今夜はなんとも激しい花探し大会になりましたね。それでは今週の優勝者を見てみましょう。32ポイント以上。そうしよう、絶対そうしよう。お、23ポイント、あ、23ポイントを獲得した今週の第2位はみやこさんです。そして32ポイント、あ、優勝したね、よかった。今週の優勝者、ミネコ選手、お疲れ様でした。観客に向けて何か一言どうぞ。ああ、楽しかったって言っとこう。すごかった、わい、みんなと楽しめて最高。今回のナイトマーケットも無事に終わりましたね。次もぜひお楽しみに。来週は春のパレード、お見逃しなく。ん？ああ、いつもの流れね。これで終わりです。お帰りください。花探しのトロフィーが家に届けられます。おお、まあ棚の上に飾れるんだね、いつも通り。いつもここでなんか止まりそうになるから怖いよね。まあこれが終わったら普通に次の日になるんだけど。あ、次の日じゃなかった、夜か。今もうお店も閉まってるからね。いやー、もう次からはセンス売ろうかな。それの方がおそらく効率がいいだろう。フラワークラフトのフラワーボックスを頼まれ。あ、意外と幅狭いんだな。あ、おそらく、春、夏、秋、冬っていう4種類があるのかな、全体的に。まあ、後で頑張るか。後で頑張るっていう意味合いが正しいかわからないけどね。さあ、じゃあ今週のイベントに向けて頑張りましょう。まあそういう流れだね、この作品は。あれ？いつの間にか服が変わってる。まあどれでもいいけど。とりあえず、あの、苔玉を売ってお金にして、今週はツルハシを買おうかなと思うね。おしゃれ。なんか新しいの手に仕入れられてないかな。じゃあまずは苔玉いっぱい作ってもね、なんだし売っちゃうか。売りたいものがある。あ、意外といっぱい売れたね。
あ、あとで箱入りチョコレート売らないと。さあ、じゃあ。じゃあ、ツルハシ買うか。ツルハシは選んだんだな。それは、ツルハシ、いや、素晴らしいチョイスだ。ツルハシがあれば洞窟に行くことができるはずだぞ。やった！洞窟では貴重な石がたくさん見つかるはず。クロフトがうろついていなければ話だが。まあ、いつもの流れだな。気をつけていっておいで、ちびっこ。まあ、頑張っていきましょう。さあ、じゃあ行くよ、ボボ。まあ、言ってることはいつも一緒だね。まあいいや。行きましょう。その、洞窟ここだね。ここは6匹か。洞窟の中に猫ちゃんがいるわけか。なるほど。表にはいないわけね。ツルハシがどんな能力なのか見極めないと。お、なんか独特な色合いだな。この奥には何がある？何もないのか。残念。この人は一周してんだね。交差するわけじゃないのか。じゃあね、猫ちゃん。ついでにこっち側。なんか変な顔はめになっちゃった。おお、怖怖。あ、ここはやっぱ行き止まりだったか。こんな洞窟に猫がいて大丈夫？ああ、暗闇は大丈夫だったんだっけ、猫って。じゃあ、あそこに いるね、猫。半分？ここは簡単だね。よし。後ろついていけばいいかな。にゃーんと。で、そう来て、よし、こっちから行ける。意外と立体的な洞窟なんだ。お、ラストだ。この人たち絶対この中に何か隠してあるはず。お、今度は隠すパートか。隠し物を探すパートね。お、怖怖。でもこの道の奥しかないよね。一本道だったし。ん？変なくぼみがあるけど、これか？長押して話す。ああ、や、木の横バージョンだね。ここを押して話す。普通の石？ん？石の中に何かある。アーティファクト、し、なんだろう、C。閉じる。あと半分あるって感じか。なんかトランプも作れるな。
よし、解放したと。この洞窟で石と宝石をターンこうできるようになりましたと。で猫が帰ってきたと。洞窟みたいな音が鳴ってるね。どうやら都はここまでついてこなかったみたい。ボボがどうにかあの子をうまく振り払ったみたいな。まあ意味はあるのか知らんけどね。一応ね、ここにも撫でておこうか。入り口にいるだけかな。まあでも欲しいのは石だけだよね。ここまだ宝石をどうこうできるっていうレベルじゃないと思うから。じゃあとりあえず体力いっぱいと考えたけど、2種類の岩があるみたいな気がするな。 その透明な岩をまず壊してみよう。これキラキラの石。ほう。他には？キラキラの石はなさそうだね。普通の岩ばっかしかな。毎日来る必要あるか。例えば行き止まりのところ今行かなかったな。あ、これ以上ここは壊せないか。なるほどね。ちょっと尖ったのを壊して、普通の石。ここら辺は全部普通の石だろうね。とりあえずハート1個分にしとくか。で、この先か。ん？いや、この先じゃないな。どうせトランプぐらいしか作れんだろう。珍しいものが出てくることあるんかな？この先だね。キラキラの石はないな。よし。あと一個。よし。お。ああ、こういう感じで後から出てくるパターンもあるのか。なるほどね。タイガーアイ、いろいろなものが出てくるね。キラキラじゃ、ただ単にキラキラって言うだけ。違う、見る。タイガーアイは、ナイスって言うだけ。で、これは、ロックオーズは、バラ色の人生って憧れるよね。ほう。まあ、じゃあ全部壊してみようかな、体力の限り。おー。普通の石？いやーだけか。まああの、なんというか運が関係してくるのかな。とりあえずやれるとこまでやっとくか。あと一回できそうだね。あー残念、出なかった。もう疲れてできないと。いやーそんな感じか。なるほどね。でも石いっぱい60もゲットしちゃった。まあこれだけやってればそんなもんか。猫がついてくる。花は回収できるぐらいか。
じゃあとりあえず家に戻りましょう。あ、もしかすると新しい博物館がオープンしてるかもしれんな。手紙が来てるかな。ミネチおかえり。お、それで他のアーティファクトは見つかったのか。見つかるものは全て見つけたと思う。どれどれ。ガラクタばかりじゃないか。なあ、想像力発揮させてくれよ。どうにかこの謎を解かないとさ。ちょっと待って。ん、これ日光さんだ。やっぱりそうか。これ全部日光さんが残していったガラクタなんだよ。本物の日光さんが残したものってこと？そうだ、僕たちに見つけてもらうために後を残してるんだ。おう、最初から思ってた通りだ。日光さん本当にいる。ミネコ。お、お父さんどうしたんだ？ああ、よかった。生きてたか。心配してたんだぞ。ん？何かあったの？いや、何でもなかったみたいで安心したよ。また女の子が行方不明になるという噂があったんだが。どうやらそれは、都のことだよ。ワニおばさん。一体何の騒ぎなの？私の孫娘も、都が森に出かけて行ったっきり帰ってこないんだ。あの子もあんな、くだらん日光を探しに行ったんだ。日光さんはくだらなくないぞ。くだらないのはそっちだ。ボボ。そんな口の聞き方をしてはダメでしょ。この娘が引っ越してきたからだ。初日からあんたは縁起の悪い子だった。私のこと？ああ、あんただよ。あんたとそのどんぐり頭だ。いつも日光がああだ、日光がこうだ騒いで、意もしない猫を探して他の子供が危ない目にあったって不思議じゃないよ。ちょっと、ミネコを責めないでくださいよ。失礼だな。あんたを責めてんだよ、ご主人。私ですか？誰がここに引っ越してきたと言った？誰も言っとらんだろ。だからあんたのせいだ。あんたら二人やってくるまでこんなことは飽きなかった。ねえ、ちょっと言い争いなら後でできるわ。今は宮子さんを立ち切るのが先よ。とにかく私は宮子を探しに行くよ。手伝わせてください。いらん。本当に手伝う気があるなら出てってくれ。お待ちください。お、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。